中水炎は、中水に炎症が起きている状態である。中水炎は、旧来盲腸炎あるいは盲腸と呼ばれていた時期があり、これは昔、診断の遅れから、回復手術をした時にはすでに中水が、可能やえしを起こして盲腸に張り付き、あたかも盲腸の疾患のように見えることがあったためで、ある。急性症と慢性症に分類される。 何らかの原因で、中水内部で細菌が増殖し炎症を起こした状態である。炎症が進行すると中水は、えしを起こして先行し、脳汁や腸液が腹腔内へ流れ出して、腹膜炎を起こし、排血症により、死に至ることもある。原因は様々であり、明らかにならないことも多いが、ウイルス感染や、クソイシなどの異物によって、リンパ小節が、主題。 バリウムや異物による内空の閉塞によって生じる血流停滞が細菌の増殖を招き粘膜を傷つけ炎症につながる。例えば、行中メニュ植物の種子、魚骨死入、肺がん中水手に誤飲した乳死、シ死などの報告がある。 2004年の10万人あたりの中水炎の、生涯調整生命年網をデータレス残2.52.5から55から7.57.5から1010から12.512.5から1515から17.517.5から2020から22.522.5から2525から,25 25ら27.5モは残27.5、若年者から高齢者まで幅広く発症する。男女差は見られない。が、 男女とも10代から20代の発症が他の年齢層より若干多い。理由は未解明であるが、急性中水炎の発症数には夏に多く冬は少ないとする季節変動があると報告されている。途上国よりも先進国での発症者が多いとする報告がされているが、調査対象の医療機関のサンプル数が少ないため有意な調査とは言えないとの指摘がある。 右下腹部痛がよく知られているが、典型的にはまず進化部に痛みが出て、時間の経過と,とともに右下腹部へと移動していくことが多い。その他の主な症状としては、食欲不振、大きい、発熱などがある。稀な合併症として、腸腰筋のよう。診断学の世界では、虫垂炎の病態整理は次のように理解されている。まず虫水に異物などが貯留し、 細菌が繁殖することで、関空内圧が上昇し、深化部の鈍痛という形で関連痛が発生する。さらに、腸管粘膜に炎症が起こると、右下腹部の鈍痛という形で内臓痛が発生する。さらに進行すると炎症が、関空の内側から外側、すなわち臓側腹膜に波及する。腸管の動きなどで臓側腹膜が、 壁側腹膜と接触し、炎症が壁側腹膜に波及すると、右下腹部の鋭い痛みとして、体勢痛が発生する。この頃には、反腸痛といった腹膜刺激症状が出現する。これは、概念上の話であり、炎症が激しくなり組織障害が強くなれば、関連痛、内臓痛、体勢痛という順に進行していく。業界で、健者が、 右大腿を手で押さえ、患者に右股関節を屈曲してもらう。左側外で右下肢を伸ばさせ、腱者が多動的に右股関節を進展させる。注水炎に特異的な所見はない。炎症反応が指標となる。CT 画像例注水の主題や、周囲死亡組織の濃度上昇が見られ、一般的に多くの病院で診断に用いられている。 造影剤を用いる造影 CT 検査ではより正確であり感度、得意度ともに98%であり精神率は高い。比較的解像度の良好な最新の超音波検査機器では注水の形態評価に関して極めて有用である。しかし、超音波検査は注水が盲腸の配側に隠れると病出できない機器の精度。 検査技術の技量に大きく左右されるなどの理由で正確な診断に至らないこともある。近年、小児の中水炎診断において CT による検査が減少する一方、エコー検査が増加したが、臨床的な天気に変わりがないことが報告されている。中水炎はありふれた疾患であるが、正確な診断は非常に難しい。腹痛を起こす疾患は、 数限りなくあり、右下腹部痛だけ、とっても腸炎、大腸形質症、卵巣炎、卵管炎、さらには単なる便秘なども考えなくてはならない。超音波検査や CT で炎症性に主大した注水が病出されれば、診断はほぼ確定するが、すべての症例に見られるわけではない。したがって、注水炎の診断は、あらゆる情報を総合的に判断した結果、 最も可能性の高い疾患として下されることになる。乳幼児や老人では、病状の割に、症状や炎症所見が弱いことが多く、診断や治療が遅れる原因になる。感染に対する生体反応が弱いためと考えられる。妊婦では子宮に圧迫されて中水が、本来の位置から移動しており、典型的な症状が出ないことがある。 また炎症が限局せず重症化する傾向にある。アルバラードスコアモが診断の際によく用いられる。10点満点のうち、6点以上で、急性中水炎を疑う。7点以上の場合、感度は76.3%、得意度は78.8%という報告がある。極端に太っている人も診断が困難な傾向にあり、俗に、相撲取りが、猛腸になると、 命取りなどと言われる。これは1938年12月4日に、横綱の玉2式佐上門と、さらに1971年10月11日にも、同じ横綱の玉の海正弘が、それぞれ現役のまま、入院先の病院で、回復手術後間もなく死亡するという衝撃的な、事件が起きてから、特に有名になっている。なお、玉2の場合は、 中水炎にかかっていながら、病の可能性を考えずにいたばかりか、医者に見せた方がいいと言われても信じず発見が遅れた。結果こじらせて、腹膜炎を起こし、可能箇所の除去手術は受けたものの、医師が指示した療養に本人が全く従わずに、術後に腹膜炎がさらに悪化して死に至った。玉の海も中水炎を、腹膜炎の一歩手前くらいまでこじらせていながら、 ずっと薬で痛みを散らし続けていた。その後除去手術は成功したが、術後約1週間が経った頃、退院を翌日に控えていながら、術後肺血栓を併発して休止した。力士は、腹部の筋肉や脂肪が厚いことから手術が困難であり、しかも肥満体の患者は、術後に血栓症を起こしやすいと言われているが、当時そのことは知られていなかった。 皮肉にも玉の海は玉二式の孫で死である。多彩な疾患の症状として下腹物が生じるため、多岐にわたる。炎症が軽度であれば絶食、誘液管理を行い、セフェム系抗菌薬投与を行うことで回復することも多い。このような治療は俗に、盲腸を散らすと呼ばれる。炎症が高度になる場合などは、注水切除術を進められるが、その判断基準は、 ケースバイケースである。一般的に中水炎は、下科学で扱う古典的な疾患であるくらいに、手術の方が確実で2時間ほどの手術で早く、しかもほとんど副作用のない治療法である。よって、炎症の度合いと手術のリスクを天秤にかけ、それに患者本人の希望を入れて決定される。一般的に手術的過量を考慮するポイントは次の通りである。一般に、 予後は良好である。しかし腹膜炎を併発すると排血症に至り死亡することもある。ありがとうございます。